オラオラタナもらったよ。えタもらったよ。えそれそれもらったよ。なに翼さん、それタもらったよ。えそれ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 もらったぞ。それやそれそれおらおらそれおらそれゾラ翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕を閉じた。そしてそれは新たなる始まり、黄金世代の新たなる挑戦の始まりであった。なんだって？フランス国際ジュニアユース大会が中止？ええ、はい。そんな。わかりました。
急ぎ本部に戻ります。片桐君、今の電話はフランス国際ジュニアユース大会が中止とはどういうことかね？はい、まだ詳しいことはわからないのですが、全国中学生サッカー大会後に我々が参加予定だったフランス国際ジュニアユース大会が中止になったとの発表があったそうです。また同時に新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジがアメリカで開かれることも発表されたと。それは？それで新たな大会の運営からサッカー協会本部に大会への招待の知らせがあったので、早急に情報収集に当たってほしいとのことです。三上さん、一緒に本部へ向かいましょう。ああ、はあ、片桐君、ひとまず集めた情報を整理しよう。はい、まず新たな大会ジュニアユースワールドチャレンジは再来月に開催されるということです。その大会の参加国ですが、フランス国際大会に出る予定だったいくつかの国が参加を辞退、代わって多くの国が新たに参加しています。主なところで言いますと、開催国のアメリカ、アフリカのホープセネガル、伝統の強豪国オランダ、そしてサッカー王国ブラジル。厳しいな、強豪ばかりじゃないか。それにしても、あの噂はそういうことだったのか。噂ですか？ドイツから帰ってくる直前、向こうのサッカー協会関係者が話していたんだ。フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれはフランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会の開催だったとは。またフランス国際大会前の来月中旬に日本代表の強化試合として予定していたイタリアなどのジュニアユースチーム、そしてドイツとオランダのクラブチームからも試合をキャンセルしたいと協会に申し込みがありました。おそらく向こうの協会が代表強化のためにスケジュールを変更したのだろう。それらの国だけではなく、フランスなど他の国々も同じようなことを考えているに違いない。我々はフランス国際大会の参加国を前提に戦力を分析し代表強化策を練ってきましたが、新たな大会は間違いなく我々の想定を大きく上回る激戦が続くことになりますね。その通りだ。いかに大空翼や日向たち黄金世代が育ってきているとはいえ、我々の見積もっていた戦力で新たな大会を戦うのはかなり厳しい。我々はもともと全国中学生サッカー大会終了後に代表候補選手を選んで合宿を行い、そこで代表選手を選抜、その後欧州に遠征し強化試合を行ってフランス国際大会に臨む予定でした。しかし強化試合がキャンセルとなれば欧州遠征は中止せざるを得まい。となると全国中学生サッカー大会終了から新たな大会まで1ヶ月以上も期間が空いてしまう。我々は外国の強豪と試合をすることで選手たちに刺激を与え成長を促すつもりでしたが、今から他に強化試合の相手を求めるとなると、かといって国内ではそれほどの強豪は多くありません。空いた1ヶ月を有効に使えるとは言い難いです。片桐君、時間はないが我々も代表の強化策を練り直さねばなるまい。はい、日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。
こいつも3年間使ったこの物質も今日でお別れか。ほら、ちゃんと片付けろよ。下級生に迷惑かけないようにな。おう、うわ、懐かしい。これ1年の時のトーナメント表だ。あ、誰だよこんなとこに片方だけ。みんな大変だ。ニューヒーローリーグ？はい。来月アメリカでやるっていう国際大会の日本代表選手を選ぶためのエキシビジョンのリーグ戦だそうです。へえ、つまり代表の選考会みたいなものか。それでサッカー協会から学校に電話があって、その大会に俺たちも参加することになったって監督が。なあ、それって部活引退前の俺たち3年生も参加するのか。ああ、俺たちも参加だ。監督に確かめたから間違いない。本当かよ。じゃあまたみんなでサッカーできるんだな。ああ、後輩には悪いけど俺たち3年生で試合ができるんだ。この前南葛に負けたあの試合で終わりにしたつもりだったけど、またサッカーできるとなるとなんか嬉しいな。キャプテン。ああ、あんまり意外な話だったから驚いちゃってさ。なあみんな、そのニューヒーローリーグ全勝を目指さないか。え、金田が言った通り全国中学生サッカー大会、俺たち負けて終わっただろう。もちろん全力を出してのことだからある程度は満足できたけど、やっぱり最後は完璧に満足して終わるのが理想だよな。リーグってことは総当たり戦なら全勝すればと思ってさ。ああ、それはそうですね。負けて終わりよりは勝って終わりの方がずっといいですね。だからたとえエキシビションだろうと、もう一回みんなで頑張って俺たち富良野のサッカーの思い出を最高の形で締めくくろうと思う。みんなついてきてくれるか。もちろんです、キャプテン。あのキャプテン、みんなで盛り上がってるとこに悪いんだけど、そのリーグ戦俺参加できない。え、実はさ、全国大会が終わったら受験勉強に専念するって母さんと約束してたんだ。そりゃ俺も最高の思い出は作りたいし、代表にも選ばれてみたいけど、やっぱり受験は大事だし、俺も志望校に行くにはもっと勉強しなくちゃいけないんだ。だから俺はうちの牧場を手伝わないとなんだ。人手が足りないらしくて、父さんがうるさくてさ。そんな、これまで一緒にやってきたのに。そうか、そうだよな、みんな事情があるよな。そんなことも考えずにはしゃいですまなかった。いや、いいんですよ。俺たちだって気持ちはみんなと一緒です。勉強しながらみんなのことを応援してます。そのニューヒーローリーグ全勝してくださいよ。お前ら。ああ、任せておけ。みんなの魂は俺たちが預かった。キャプテン。それじゃあみんな、ニューヒーローリーグ全勝に向かって全力で頑張るぞ。ああ、監督からもらってきた、これがニューヒーローリーグの概要だって。
よし、みんなで見ようぜ。全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてのリーグ戦なのか。うちのリーグにはどこの学校が入ってるんだ。南葛、東方、武蔵。おいおい、そんな強豪ばっかりなのかよ。代表選考も兼ねてるから力が近い相手を当ててるんじゃないか。それにしてもこれは厳しいな。どうしました？いや、確かに強い学校ばっかりだ。なのに俺たちのところは山室たちが抜けるだろう。準レギュラーの選手でそこを埋めるだけじゃ戦力が足りないんじゃないかと思ってさ。そっか。そうだ、あいつをチームに入れたらどうだろう。あ、俺も思った。あいつならいいんじゃないか。あいつって？そうか、キャプテンは全国大会の決勝を見るために埼玉に残ってたから見てないんでしたね。俺たちキャプテンより一足先に富良野に帰ってきて下級生の練習を見たんですよ。そうしたらすごい上手い1年生がいてみんなで驚いちゃって。へえ、でもそんな1年生いたっけか。それが7月に転校してきて入部したばっかりのやつなんですよ。あの1年生か。7月は北海道大会にかかりっきりだったからあんまり練習を見てなかったけど、そんなにうまいのか。ええ、あいつが入るとなんか面白くなりそうな気がするんですよ。そうか、お前らがそこまで言うんならちょっと見てみたいな。じゃあ呼んできます。おーい、キャプテンが呼んでるんだ、一緒に来てくれ。キャプテン呼んできました。ああ、練習中に呼び出して悪いな。確かまだ挨拶ぐらいしかしたことなかったと思うんだけど、改めて俺がサッカー部キャプテンの松山だ。よろしくな。お前って確かフォワードだったよな。元気ないぞ。もっと声を出していかないとチームの中で影が薄くなっちまうぞ。それでいきなりで悪いけど、お前の実力が見たいんだ。そのためにこれから紅白戦をやる。お前は俺と同じチームに入ってくれ。さあ行くぞ。
発。よっしゃ。気迫では負けないぞ。くれ、これで決める。いけ、よし、よし、バカだ。そんな、
なるほど、結構やるみたいだな。実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まるんだけど、そこで全勝するために戦力を探していてさ、小田たちがお前がうまいって言うからちょっと試させてもらったんだ。確かにお前の実力なら十分に俺たちともやっていけそうだ。いきなり上級生のレギュラーチームに入るのは大変かもしれないけど、よろしく頼む。全勝を目指して一緒に頑張っていこうぜ。ああ、努力は全ての基本だ。その頑張りに期待してるぜ。お前転校生だし上級生ばっかりだから入ってきにくいとは思うけど、心配しないでどんどん話しかけてくれよな。俺たち一緒に一つのボールを追いかける仲間なんだからさ。Thank you.